ミカタアナゴガメがやってきました。今餌食ったとこ取れんかったね。めっちゃ可愛い。珍しいな。おいおいおい、やめて、喧嘩しようとしてる。いきなり。これ生後2ヶ月ぐらいだそうです。ちっちゃいね。ほら指の大きさからまだ4センチぐらい、5センチ、 4、5センチですね。兄弟でも性格が違うな。カメで性格ある？あるの？うん、なんか元気なこと、おとなしいこと、兄弟でもなんか違う。左側は出てこない。うん、慎重なんだ。うん、そうそうそう。デカタンハコガメ、絶滅危惧種かな、これ、うん、絶滅危惧種。絶滅危惧種、どこのカメ？生息地がかなり他のアフリカ国です。メキシコ、メキシコだよね。メキシコのユカタン半島。ユカタン半島。じゃあ菊池さん、ちょっと持ってみよう。丁寧にね。ちょっと本当にベイビーだから。ちょっと丁寧に動かないで、こっちに。うわ、すごいね。これはすごい。カメドンさんとこのユカタンは何年ですか？カメドンさん宅に来て10年ぐらい。うちに来て、うん、うちに来て4年とか4年。あ、3回繁殖してるから。え、もうアダルトできたってこと？そう。子ガメを買ったんじゃなくて、もうでかいの。高いもんね、メキシコは。メキシコのユカタンは高いの？高いよ。高いんだよ。カメノさん高いよね、アダルトなんて。15万とか、うん、なんか店によって違うのかな、うん、だって10万商品でしょ。この子はちょっと食べないか。エビを食べ過ぎてお腹いっぱいかな。これはね、メキシコのユカタン半島で住んでる超貴重な幻のカメ、ユカタンハコガメのベビーです。食べたね。大きくなるね、これは。ちっちゃいけど、ね、ちょっとこの子はさっきエビを食べ過ぎたから食べないかも。ただこれ見て、手のひらからめちゃくちゃちっちゃいでしょ。
か。メスかな。ここまでは分かんないけど。お腹いっぱいですか？綺麗だね。イカタンホコが見えています。お、また食べるか。お、食べた。この子らもよく食べるね。お腹いっぱい。アフリカ沼横首がお腹いっぱいか。こいつ食べない、腹減ってないのかな。レプトミンスーパーを食べておる。こちら腹いっぱいか。レプトミンスーパー。こいつね、なんか交尾がこれ真ん中がオスでメスとメスなんだけど、いつも交尾挑戦するんだけど、なんか嫌がられてる。交尾がうまくいかない。メスがめちゃめちゃ逃げる。食欲だね。